やって見ると超かっこいい。皆さんこんにちは、キタロクチャンネルです。本日は専修大学のオープンキャンパスにやってきました。ですね、専修大学のこの綺麗な10号館、140周年記念館なんですかね、あっていて、入り口が分かんなくてですね、一回通り過ぎたんですけども、あの受付の、学生の方に呼び止めていただいて、丁寧に案内していただきました。本当にありがとうございます。受付は6階のようなのでエレベーターに乗って会場へ行きました。で、会場に着くとですね、本当に受付ちゃんとしっかりしてまして、今まであのスマホの画面とかで予約画面撮ってたんですけども、ほぼ確認されることなく入ってたんですが、でこちらではしっかり確認を取らせていただいて、で中に入ってきました。中ですね、担当の資料がですね、あとツアー形式で一人一人が担当についていただいて中を見せていただくという形なので、だいぶ安心して見ることができました。こちらの講堂はですね、ほぼホール扱いで、大きな、授業とか、集まってセミナーとかそういったものが行われるようですね。中から机ができたりとか、かなり便利な作りになっていました。ざっくり会社案内されて、もう次へ行くような、そんな感じでしたね。今度1階においてですね、カフェがありまして、こちらはですね、なんか一般方を使えるところで、エクセルシブルカフェとかですね、フロアみたいな感じで、ラストのコープのようなカフェがあってですね、で、オープンに皆さんが使って言いまして、仙台カフェということで、カフェの、ですね、ご覧いただくと、A になってまして、これがなんだかちょっと聞こえたのにはドイツ語だっていう風な話でしたね。続いては3号館の方に歩いていきまして、その地下に入っていくとですね、学生ホールがあるようです。割となんかこの電化調の、この床がですねなってまして、天井が割と低めなんですよね。なんか懐かしい雰囲気をちょっと感じました。案内入っていきますと、いろいろパーティションに分かれていて、学生さんが、合間時間ですね結構活用しているようですね。なんか集まって話したり、途中で勉強したりとか、そんなことをされているようです。学生ホール近くにもですね、レストランがありまして、なんかメニュー見るととんでもなく安いんですよね。うどん200円で買ったりとかですね、ちょっと進んでいくところになんか100円とかいう文字もあってですね、どういうことだろうと思って、ちょっとツアーなんでじっくり見る時間なかったんですけれども、ここ一般の方も使えるんですかね。ぜひ行ってみたいなって、思いました。羨ましい限りです。続いてはですね、5号館の脇にあるんですね、仙台、のかつての門なんでしょうかね、黒門と呼ばれている、ところに来ました。すごく荘厳な感じで、文字通り黒いどっしりとした、門がこういった形であるんですけれども、入学式の時ですね、こちらの武道館でやるんですけれども、その後に新入生がここに来て記念撮影するような、名スポットになっているようです。
ですね、この黒門の脇はですね、なんか S 字状の、まあ、路地といいますか細道になってまして、そこを今歩いてきたんですけれども、その S の字がですね、専修大学の S にちなんでいるというふうな、まあ、そんな説明もいろいろしていただいていました。ツアーはですね、外から今度戻りまして15巻の方にまたやってきまして、グローバルフロアというところに来ました。まあ、文字通りなんですけれども、まあ、留学関係とかですね、海外の方と交流できるようなフロアだそうです。なかなかいい眺めのところでしたね。奥の方に行きますと、まあ、こういったまたグリーンスペースみたいなところがあるんですけども、まあ、資料が本当に多かったですね。海外の雑誌とか、まあ、奥の方に後から説明いただいたんですけれども、まあ、英字新聞とかあってですね、そういうのは自由に、見れるようです。ここでお二人の方が説明してくださったんですけども、本当にロシア語とか英語とか、インドネシア語とかいろんなのがあってですね、思い出さないぐらいあるということで、今二人で、あと何語があるんだっけみたいな話をして、いろいろ説明していただきました。また続いて、移動しまして、今度はちょっと下の階の方に行ってですね、こちらが13階かな、あります、図書館になります。図書館の蔵書はもう本当に何十万冊もあるようなんですけれども、本当に設備もですね、こういった形で綺麗ですね。展示物も専修大学のものがいろいろあってですね、閲覧できるように、なっているようです。1階建て、まあ、階を2階だ、前の方にも1個ですね。こちらの方では、まあ、検索システムのこととかですね、まあ、貸し出しの時にこういった設備があるんですよっていうふうなことを説明していただきました。すごく蔵書が多いですし、フリースペースも多いんで、学生さんが本当に活用してるなっていうのがよく分かりましたね。まず説明していただいた通りなんですけれども、まあ、手に取った、本のバーコードかなんかが、まあ、手に取った瞬間にカウントされるようで、何がどういう本が人気があるかとか、そういうのを情報を、集約できるようなシステムができているそうですね。で、続いてこちらに行ったのが静寂エリアということで、まあ、本当に静寂だったんですけれども、まあ、さらに静寂なのかなということで、入ってですね、まあ、こうやって勉強して多かったです。環境としてはすごくよろしい、なんかすごいいいですよね。図書館を見た後はですね、学食の方へ移動ということで、ツアーとしてはこの次の学食を見たところで、最後ということになりそうです。エレベーターの中とかですね、数名なんですけれども、他の方、神奈川から来ましたとか埼玉から来ましたとかですね、まあ、いろいろバラバラなんだねみたいな話をして、ちょっといろいろ談笑させていただきました。先週のメニューもですね、いろいろありました。まあ、定食がやっぱり多いみたいですね。であとはカツサンドみたいなのを見本でちょっと見えたんですけれども、それも結構おすすめですということで、知られたので、まあ、もし、ブラウンだっけなという感じがありましたね。食券を、機会もありまして、
奥の方ですね、こちらが食堂だったんですけども、あの土曜日だったんでやっぱり休みでした、残念。まあ、ちょっと覗いてみたりしたんですけれども、脇にですね、このサラダチキン の, あの自販機があってですね、まあ、ちょっと学長となんかこのメーカーの、お知り合いということで特別に置いてあるようなことなんですけども、まあ、サラダチキンなんかは、まあ、皆さんが非常に興味を持っていました。いいんですよね、健康的ですし、あそこそこお腹に入るのでとってもいいかなと思います。ツアーはこちらで終了です。あとはですね、あのアプリの方でアンケートを、求められまして、それに答えると、まあ、ちょっとノベルティみたいなのをいただいて、それで終了になりました。本当になんかあの親切丁寧にあのツアーを組んでくださって本当にありがとうございました。なんかとても印象のいい選手大学でしたね。どうもありがとうございました。こちらもで終了になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。またご覧ください。